松下の綱は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、豊臣秀吉が、小田氏の家臣になる以前に仕えた人物で、これ綱は、秀吉の恩人であり、大公記では、武芸、学問、標法などを教えたとされる。天文六年、兵法者で創術の達人、松下長則の子として、三河国壁海軍松下京に生まれた、とうとうみ国図立上司として、 駿河国の今川義元に仕えた、松下氏は今川氏家臣の伊尾氏の寄り子として組み込まれたとされる。またこの頃、松下氏に木下東吉郎と名乗る以前の豊臣秀吉が仕えていたと言われている。しかし、吉本の死後、東東海菊間城、飯尾連流が今川氏を見限り、周辺の親、今川氏と反今川氏の豪族同士で抗争が起きると、年に、 今川法の軍に、津田事情が攻め落とされ炎上した。なお、通称、松下屋敷の地下にある津田事情跡は、平成13年10月に発掘調査が行われ、炎上跡が確認された。やがて、今川氏が滅亡すると、徳川家康に仕えるが、天正2年の第一次高天神城の戦いにおいて、牢上して、武田氏と戦うも、後に降伏した。すると、 お田し家臣で長浜城主になっていた秀吉によって、これ綱は家臣として召し出されたとみられる。天正三年の長篠の戦いの際には、秀吉の前、備えとして兵百を預けられた。天正十年の本老寺の変から天正十一年の静ヶ岳の戦いを経て、同年丹波国、河内国、伊勢国などのうちに、秀吉から三千国の所領を与えられた。 これ、綱が丹波に所領を与えられたのは、大阪城追記のための要材を、淀川水系を利用して流化させたからであろうと、考えられる。天正15年3月には、秀吉の九州遠征にも前、備えの直属部隊として、兵150を率いて従軍。秀吉が4月9日付でその前、備え17名に当てた、衆院上で、松下家兵のこと、千年五浪人の時、 ご中節の人年に、こうと述べ、松下加平との救援に言及、格別の計らいを支持している。この年、十五位した、岩見守に、上位、任官され、同年に、丹波三千国を加増され六千国となった。天正十八年の小田原聖伐後、徳川家康が関東に違法されると、10月3日に、東都海で一万国追加され、 東東海区の1万6千国の所領を秀吉から与えられた。この時の居城である、久の城は城の規模は小さいが、河原の格式が高く立派な造りであったと、発掘調査の結果明らかになっている。慶長3年2月開日に死去、去年62、家督は次男の茂綱が継いだ。長男、赤月港が継がなかった理由は、よくわかっていない。 また、娘のおりんは、野牛胸のりに嫁いだ、ありがとうございます。